動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたほです。一つ前の動画で紹介した、僕の改造したこのクロスヘアーズ、意外と好評だったようで、あの、たくさんの方に見ていただきました。どうもありがとうございます。コメントや高評価をくださった方、改めてどうもありがとうございます。で、 動画を投稿後にコメント欄や、あとは僕ツイッターもやってるんですけども、ツイッターの方で改造にまつわる質問が結構多かったんですよね。今回は何をどうやったかっていうのを少しでも参考になればなと思って、まあ、特に質問が多かったっていう部分に、あの、スポットを当てて、ちょっと説明していきます。ちなみに、前回お見せしたこの改造クロスヘアズ、実は1個だけ、 どうしても不満が残る形で動画をアップしちゃったんですね。それが、ビークルモードで、この2丁拳銃を収納できなかったことなんですよ。ただ、現在は、この2丁拳銃、バッチリ収納できます。あの、後で詳しくお見せします。まあ、今回の改造は、あのー、まあ、実は技術を結構要するものや、まあ、すごく簡単にできるものっていうのが混ざっちゃってるんですよね。 で、その技術を要するものは何かというと、この頭部の首の延長と、あとはこの拳の横にある側をカットするっていう、この工程が結構難しいです。まずは、この拳の横についているこの側パーツ。どうやって切断したのかっていうことなんですけども、僕はこのデザインナイフを使用しました。このキャップ取ると、すごく鋭利な刃があるんですけど、ちょっと錆びてますね。<laughs> 結構年季が入ってるものなんですけど、まあ長年僕はこれを使ってます。で、本当は模型用のノコギリって販売されてるんですよ。このぐらいちっちゃくて、こうパーツを当ててこうキコキコできる模型用のノコギリがあるんですけども、まあそういうものを使っても全く問題ないと思います。僕はまっすぐ正確に切り落とすには、こういうデザインナイフの方がもう長年慣れちゃってるんで、まあ僕はデザインナイフを使用しました。まあ結構時間かかりますけどね。 根気よく、この拳を取り外して、この、このまっすぐのラインありますよね。これに沿うように、裏側からこう、こうひたすらこう、キコキコ、やるわけです。まあ、拳横の側の切断はそんな感じですね。次はこの肩の部分はどうやったかというと、ちょっと見えますかね。ここから、この辺一体ですね。ここを、一度ニッパーで、こう、ザクザク切っちゃうんですよ。 この辺は豪快で全然構いません。で、切った後にデザインナイフで形を整えます。まあ前回の動画の続きになっちゃうんですけど、これ何がどうなるっていう補足として、この不要な部分を切り落とすことによって、まあ稼範囲が増すわけなんですけど、このパーツ自体が実はこうやって、もう一段こう曲がるんですよ。で、そうすると、別に無改造でも、こう肩は上がるんですけども、 僕のやりたかったことは、あの、プロポーションの回収なんですよね。これって、基本的には肩は上がります。肩は上がるけど、すだちをさせるときにこれ、この側パーツが邪魔して、肩が後ろに行かないんですよね。そうすると、こういう自然な立ち姿ってちょっとできないんですよね。なので、まあ僕はあくまでプロポーションの回収なんで、この位置じゃなくて、やっぱりこの位置で大きく曲がることを、 重要視しました。その結果、まあ僕はこの部分を切り落とすということが必要であると判断しました。で次に意外と多かった質問が、この頭部で使用したボールジョイントは何ですかっていうやつですね。ボールジョイントは僕はこれを使いました。パラベラム B3 です。で、これかなり優れもので、がっちりとくっついてしなやかに稼働するという本当に素晴らしいものなんですよね。 あの、これ発売されたのって確か、武装新規とかが世の中で流行り出した頃、あのボディの監修をしたことでも有名な、浅井正輝さんが、このボールジョイントをもう監修してるんですよね。どのぐらいがっちり保持されてるかというと、普段僕絶対やらないんですけど、例えばこの頭部だけを持ち上げて、こんな風にやっても、落っこちません。すごいしなやかに動きますよ。 ま、僕はたまたまこのパラベラム B3 を持ってたから、これを使ったんですけども。うん、あの、普通の一般の市販のボールジョイントで全然できると思います。さあ、最後は最も質問が多かったのが、やっぱりなんと言ってもこのコートですね。やっぱりみんなあの、くびれがキュッとなった、クロスヘアーズが好きなんですね。これぜひみんなにもやってもらいたいですね。これが一番簡単です。ただし、気をつけないきゃいけない部分もあるんで、ちょっとゆっくり説明していきますね。 まずこれちょっと取り出しましょう。まあこれのどこを切ったかっていうことなんですけど、ここにたくさんラインありますよね。これの一番こっち側です。なので、まあカットはこういう感じで切りましたね。そしてその後さらに、ここですね。このピンクの部分ですね。ちょうどよーく見ると三角形になってますよね。 これを切り落とすと、こんな風になります。あの、気をつけてほしいのが、ここがまっすぐにならないようにしてください。まっすぐにしちゃうと、要するに、くびれを作りたいわけですから、ま、斜めに、こう、なってないと、ちょっと見栄えが悪いわけですよ。なので、ここを切断するとどういう風になるのかっていうのをよーくイメージしてから、このコートを切断してください。で、ま、あ、コートの切断に使用したのは、この、ハサミです。いわゆる、どこの家庭にもあるような、普通の工作用のハサミです。 コートの切断になぜハサミを使用したかというと、コートっていわゆるゴムですよね。ゴムってかなり弾力があるんで、スパッと一瞬で切らないと、こう断面が、こう、こういったデザインナイフで何回もこう、ギコギコやると、こう、ギザギザになっちゃうんですよね。なので、この切断面を考慮して、僕はハサミを使用しました。これ結構簡単です。 改造とかに慣れてない人は、もしかしてすごく緊張したり、失敗したらどうしようって思うと思うんですけど、大丈夫です。<laughs> あの、出来上がった時に、あ僕はこのかっこいい、あの、くびれがキュッとなったクロスヘアーズで遊ぶんだと、あの、ポジティブなイメージをしっかり持ちながらやってください。最後に、これだけは必要だぞっていうものだけを改めてまとめてみました。ニッパー。それからハサミ。瞬間接着剤。 穴を開けるためのピンバイス。デザインナイフ。首の延長改造をしたい場合は、この、市販のボールジョイントを用意してください。まあ、これだけあれば、なんとかこれにできますよ。頑張ってやってみてください。さあ、冒頭でも述べた通り、このクロスヘアーズ。あれからさらに改良が施されてるんですね。施した改造は2つ。ここをよく見てください。そうです。部分塗装を施しました。ここ以外にも、 塗装が施されています。それが、この横の部分です。見えますかねここがグリーンで塗装されています。ここよく見ないと気づかない場所なんですけど、あの、こう、おしゃれな人のインタビューを見てると、見えない部分にさりげなくこう、気を使うって言ってたんですよ。普通だったら、こう、大きなディティールが入っているところにこう、緑を入れたくなるんですけど、あえて、こう、よーく見ないとわからないような部分に、グリーンでペイントを施しました。 ま、この部分塗装はおまけですね。あってもなくてもいいものなんだけど、まあ、前回のクロスヘアーズずっと見てたら、うん、やっぱりこの黒一色っていうのが寂しいなと思って、本当にワンポイント。それから本当によく見ないとわからない部分に、もう一ポイントあれば、うん、あの、トータルで見ると、まあ、ブラックやグリーンがこう、うまく、こう混じり合っているコートに見えるかなというふうに、イメージしながら塗装しました。さ、あそして最後は、 前回すごく悔しかったんですけど、この2丁拳銃を収納するアイディアが全く浮かばなかったんですよ。で、動画を投稿した直後に、あの、それがひらめいて、早速実践してます。まずはこれをビークルモードに戻します。さあ、というわけでビークルモードにしました。問題ありませんね。これの背面には、そうです。ここに2丁の銃がマウントされてますよね。 このクロスヘアーズの銃を2丁持っている方ならご存知だと思うんですけど、このピンで太ももに接続すると2本くっつかないんですよね。でもここだけは本当に苦労しましたね。どうやってくっつけようと、すごく色々いじってやったんですけども、どうにもアイデアが浮かばなかったんですけど、ふと、僕の家、あのギター教室をやってるんで、ホワイトボードがあるんですよ。ホワイトボードにこんなマグネットのピンがくっついてたんです。そうです。 このネジウム磁石をこの腕の中に埋め込んでいるんです。まあこういった100均にも売っているんですけども、こういうマグネットですね。これの超強力って書いてあるやつを買ってきて、これをニッパーで、これバキッと割ると、中からこんな磁石が出てくるんですね。これめちゃくちゃ強力なんですよ。 ま、あ、おそらくメーカーとか、あの、商品で大きさは結構バラつきあると思うんですけども、ここに肉抜き穴ありますよね。<laughs> この中に入るくらいの大きさであれば、どれでも構いません。この磁石を塗装しちゃえば、もうビ、ロボットモードの時にほとんど目立ちません。むしろこの腕のスカスカ感がちょっと軽減されますよね。で、こっちの銃には、ピンバイスで穴を開けて、ねじって鉄でできてますよね。なので、 こんな風にカチッとくっついて、さらに、ここのこう、こういった隙間に、こんな感じで、ぴったり位置が決まるんですね。うん。問題なく、保持されて、取り外せると。ま、あ、この工程を2つやれば、こんな風に、二丁拳銃をマウントできます。これ絶妙なんですよ。全く問題ありません。 いかがだったでしょうかまあ、こういうことですね。仕組みはすごく簡単です。でもこのアイディアを思いつくまでにかなり時間かかりましたね。というわけで今回の動画、いかがだったでしょうか少しでも参考になったら嬉しいです。今回の改造クロスヘアーズ、まあ、僕から見てよりかっこよくなったし、遊びやすくなったし、あとはずっと気になってた二丁拳銃も無事に収納できたことで、 これにて、今回のこのクロスヘアーズの改造は終わらせます。まあ、強いて言うなら、これが僕の改造ポイントですかね。いいところでもピタッとやめるっていうのが、一つの手だとも思います。まあ、これを例えば、プロポーションをもっと徹底して、で、まあ、塗装もほぼ全面塗り替えたら、全く違うアプローチになると思うんですよね。だけど僕はこれを、あの、そうです。<laughs> こっちの改造してない時と同じように、まあ、おもちゃとして遊びたいわけですよね。なので、これ以上塗装を増やしたり、まあ、何かを付けたり取ったりして、何かを、こう優先させちゃうと、まあ、もうおもちゃじゃなくなっちゃうんですよね。おもちゃの持つ良さを残しつつ、まあ、この辺でやめるのが一番いいかなと思います。いつも動画へのコメントや、高評価など、本当にどうもありがとうございます。チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。 それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたわでした。